今月の頭にですね、OpenAI の、ディベロッパーのカンファレンスがありましたので、それに関連するお話をさせていただければと思います。で、資料がですね、特になくてですね、ウェブの資料と、主にデモという形で、今日はさせていただければと思います。で、多分デモをした方がですね、多分イメージしやすいかと思いますので、今日主にデモをという形にさせていただければと思います。ではですね、共有しますね。で、まずこの記事になるんですけども、先日ですね、OpenAI 社が、ディベロッパー向けにカンファレンスをやったということで、この11月のですね、6日の、このディベロッパーのカンファレンスのページになります。で、ここのですね、カンファレンスで、主にですね、二つ大きなことが発表されて、おります。で、一つはですね、GPT-S っていうですね、ボットをですね、作る機能、GTP のボットを作る機能が新たに実装されたというのが一つ発表になりました。で、もう一つがですね、細かい、アップデートがたくさんあったということで、発表になったんですけども、そのチャット GPT のですね、使い方がですね、ちょっと整理されたというところで、今までは、画像生成とかですね、ウェブブラウジングとか、データ解析のアドバンスデータアナリストとか、可能ですね、機能がですね、それぞれ分かれてたんですけども、それがですね、一つに統合されて、GPT-4 として使えるようになったと。で、各機能を個別に使う場合はですね、この左側の GPT-S で、読み出して使うというようなですね、変更になっています。で、ですね、これが、まずこの、GPT-S の、説明のページなんですけども、要するにですね、コーディングせずに、テキストベースで、誰でも簡単に、オリジナルの GPT の、ボットを作れるというのがですね、新しい、機能になっています。で、すでにですね、もうかなりの数のボットが作成されてて、この GPT-S のストア、マーケットプレイスっていうのもですね、すでに、いくつか存在しております。で、例えば、こういうような形で、GPT コンボとかですね、そういうサイトで、それぞれの GTPs のモデルをボットとして、見るたりですね、使ったりとかっていうことが、できるようになっております。で、あとですね、細かい、仕様変更とかがあってですね、新しい、GPT-4 のターボで、128K のトークンが扱えるようなモデルが今後出てきますとかですね。先ほどお話しましたが、ビジョンとか、ダリッツとかの API と他の機能がこの GPT-4 に統合されるというようなことが新たに起こっているという形になります。でですね、どう変わってきたかっていうのはちょっと軽くお話ししたいんですけども、で、こちらがですね、チャット GTP の、インターフェースのとこなんですけども、ログインしていただくと、こちらのプラスのサブスクに加入していると、チャット GTP4 とかですね、3.5とかが選べるようになっております。で、前回、前、まあ、以前のバージョンですと、この大きく GPT-4 とですね、GT、
GPT の 3.5 を選べるようになってて、その中でですね、ブラウジングとかですね、アナリシスが細分化されてたという形になってたんですけども、基本的にはこの3つしか今現在は選べないような形になってます。で、このチャット GPT-4 を選ぶと、この中で、ウェブブラウジングとかですね、画像生成が、まあ、勝手に切り分けられてできるというような機能になっています。で、こういう形でですね、ちょっと仕様変更になっているということです。で、もう一つがですね、元に戻りますが、この GPTs っていう、このボットを作る機能なんですけども、まあ、自分でですね、テキストベースでボットが作れるというのがですね、新たに変わっているところになります。で、一個ですね、まあ、ニュース、これ一個わかりやすかったのが、この方の、まあ、ツイッターの記事とかっていうと、まあ、こういう形ですね。まあ、テキストでやり取りしながら、まあ、GPT のビルダーっていう、このボットを作るようなですね、まあ、GTP が いるんですけども、これと対話しながらですね、このボットの機能を作っていくような形の仕様になっています。で、これはまあ、ペーパーインタラプターということで、まあ、PDF を投げると、まあ、この論文の要約を自動的にしてくれるような、ボット機能になっています。で、まあ、どちらかというと、チャット GPT は、まあ、ジェネラルにいろんなことができるっていう理解なんですけども、ボットでは、まあ、ある種、機能を制限して、まあ、この機能に特化してやらせるということで、ですので、まあ、この何を、データが入ってきたらどういうことをやるかっていうのを、まあ、この設定してあげるというようなイメージになります。で、すでにですね、ここだとですね、GPT ストアっていう、これ一つのマーケットプレイスなんですけど、さっき見たらですね、だいたいこのコレクションで、16,800ぐらいですね、もうこのボットが登録されているという形になります。で、何個かはですね、オープン AI 社がオリジナル、まあ、公式に提供しているものが、おそらくまあ10個か20個ぐらいあって、あとは他は、個人が、とか、開発企業で作って、公開しているものかと思います。で、まあ、例えば、まあ、こういうのをクリックすると、飛ばないな。そうですね。こういう形で、自分の、まあですね、アカウントに紐づいた形で、こういうような、公開しているボットが使えるという形になります。で、基本的にこの、まあ、ユニークな URL がそれぞれのボットに与えられていて、まあ、これを公開する形で、誰でも自由に、まあ、公開されていればですね、このボットが、にアクセスできて使えるという形になります。で、簡単にですね、これどうやって作るかっていうのをですね、デモできたらと思うんですけども、大丈夫ですかね？ここまではついてこれてますかね？言えてますかね？じゃあ。実際、じゃあどうやって作るかっていうのをですね、デモしていきたいんですけども、まあ、もし作ったことある人がいたら、まあ、こんなんだったよねっていうことで、見取っていただきたいんですけども、ここのですね、左のカラムの、エクスプローラーを開いていただくと、まあ、この My GPTs という画面が開きます。で、ここのですね、クリエイター、GPT ですね。ここをクリックしていくという形になります。そうするとですね、この
NewGPT を作る画面が開いてくるという形になります。で、これ左側がですね、GPT のビルダーというところで、こちらでこのボットの設定をしていきます。で、これ随時作りながら、この右側のプレビューの画面で、この挙動を見ていくというか試していくというような形になります。で、その左で作って右で試すみたいな。形ですね。で、この作り方は大きくですね、クリエイトの場合とコンフィギュアで、作る方法が2つあります。で、多くの人は、クリエイトですね、チャットしながら、この GPT ビルダーとコミュニケーション、やり取りしていくと、このコンフィギュアの方が右側が自動的に埋まっていくという形です。ですので、チャット形式でやり取りすると、その内容に応じて、このコンフィギュア、今全部空欄なんですけども、ここが埋まっていくというような形です。で、コンフィギュアに直接ですね、もう書き込んでも、同じように、作ることができます。このボットってのは作ることができて、結局、ここの名前とディスクリプションと、このインストラクションのところを、基本は埋めていくと。あと、データがあれば、このナレッジのところにデータを、ファイルをアップロードして、このボットを作っていくという形です。で、例えば、さっき一応例だと、こういう感じですね。ここで、例えばですね、こういう形ですね。R 言語のアシスタントを作成したいと。で、実行内容を伝えたら R コードを提案してほしいとか。で、またですね、バグとかエラーメッセージを入力したらその解決方法を教えてほしいという形で、日本語で打ちます。英語でもいいですし、日本語でももう大丈夫です。で、ここをなんかちょっと洒落ているの。これでですね、打つとですね、こういう形で、アップデーティング GPT ということで、これをもとに、このボットが作られていくという形ですね。で、なんか最初何回かのやりとりはですね、英語で返ってきます。で、3回、4回ぐらいしてたら日本語で返ってくるんですけども、あんまりですね、返答とかあんま関係ないかなと、ちゃんと理解してくれてるので、いけるかなと思います。日本語入力でも。で、これでコンフィギュアのとこを見ていただくとですね、こういう形でディスクリプションとかですね、イントロダクションが、インストラクションズが埋まっていると。いう形ですね。で、まだ、で、これ名前はどうしますかっていうのが聞かれてて、R プログラミングバディとか、これどうですかっていうと、例えば、not good とかって打つと、じゃあ、R ヘルパーとかどうですかって、これでいいですかね、と。はいとかでもいいんですけど。そうすると、さっきちらっとね、アップデートがかかって、まだ終わってない。で、名前が決まったら、ロゴを次作ってくれますね。これはな、DALL-E 3の機能として作ってくれて、こういうロゴでどうですかっていう。通じて、ロゴができて、そうすると、こっちに名前と、ロゴがですね、足されてる、追加されてるという形です。で、ここで、とりあえず OK ということで、これで一旦、ですね、一応機能としては、一応、ボットとしては、なぜかこれで完成、一旦完成なんですね。で、とりあえず、これで、動きますんで、例えば、R で成分分析とかって打つと、それについて、
インストラクションで決めたようなことが、返答として返ってくると。で、まあ、なんでこの機能の方がいいかっていうと、まあ、多分いろんな議論があると思うんですけども、まあ、聞きたいことが聞けるっていうところが一番大きいのかなと。あと、出力が結構、まあ、使っていると思うんですけど、結構、まあ、毎回ブレるので、まあ、そこを細かく修正したいと。まあ、自分の仕様に合わせて、出力を出したりとかですね。まあ、入力だ、まあ、URL だけでその挙動をしてほしいとか、まあ、そういういろんなものを考えると、こういう、ボット機能の方が楽なのかなと、ように思います。で、ここまで一応、とりあえずのボットはできたんですけども、まあ、とりあえず今どういうインストラクションになってるかっていうのを、一回聞いてみます。まあ、英語で返ってくるんですけど、まあ、こういう今、まあ、今、ロールとゴールと、まあ、ガイドラインがこういう形で、まあ、なってますという形で、インストラクションが来るんですけど、まあ、これにもうちょっと、まあ、細かい仕様を足していくと、まあ、例えば、この機能も追加してということで、まあ、入力テキストを検出して、この入力テキストで返してくる。まあ、これはまあできてるんですけども、あとはまあ、R コードとか、まあ、完全なコードで、提供してほしいと。あと、まあ、最新情報とか Web ソース検索して使ったライブラリーも提供してくださいねっていうことで言うと、まあ、これに合わせて、まあ、インストラクションが修正されるという形です。で、さっきあんまり軽くしか見てなかったんですけど、とりあえずこっちのですね、インストラクションが変わっていくという形です。あ、今変わりました。今、さっきから、ちょっとですね、さっきの仕様が追加されたので、このインストラクションが長くなっているという形になります。で、ここですね、レスポンス、言語検出してレスポンスしろとかですね。こういうのが足されていると。あと、そこですね。この R ライブラリについて詳細を提供してくださいみたいなところがインストラクションに提供、追加されていくという形です。で、これさ、私何回かやった感じだと、ここを最初日本語で書いちゃうと、インストラクションが、日本語で追加されていきます。で、日本語だとうまく追加ができなくて、なんか元のが修正されていくみたいな形の仕様になっていくので、まあ、ここら辺の記述っていうのは基本的には英語がいいかと思いますね、現状。で、ただ、まあ作る時の応答は、まあ基本、日本語でやってますけど、日本語でもそんなに間違って理解してるとかっていうことはないのかなというように思います。で、またですね、まあ、こういう、もっと細かく打っていくと、まあ、また次の機能としては、まあ、対話型じゃなくて、コード関数型で、提供するようにしてくださいとかっていうのをですね、まあ、追加すると、まあ、それがまた、新たにインストラクションに追加されていくという形です。で、この間ですね、まあ最初の初期に使ったやつっていうのは、まあ古いやつなので、一応もう使えなくなってて、で、新しくなったやつがですね、新たに使われてくるという形です。で、このあたりが修正されたので、まあとりあえずここら辺で一回、もう一回実行すると、
まあ、ここも GPT アップデートですね。で、まあ、記述があんま変わってない。うん、なんかあんまり変わってないですね。ちょっと一回更新しますか。まあ、さっきですね、関数型で返してくださいっていう指示を与えてたので、関数型になってないなと。なりました。待ってない。まあ、これ、まあ、こういう形で、作っていきますという形ですね。で、これセーブして、で、セーブすると、まあ、パブリッシュするのが自分だけなのかとかですね、リンク知ってる人だけにするか、まあ、パブリックに誰でもアクセスできるようにするか、みたいな形で、選択できるようになりますね。で、まあ、今回は、とりあえず自分だけということで。まあそうすると、まあここにですね、今作った、まあこの GTPs が登録されてくるという形です。で、さっき調整してたやつがこれで、これだともうちょっと。これだと、まあ一応出力のフォーマットとかを一応調整したもできるので、まあ、どういう順番に出力していくかとかですね、コードの書き方みたいなのも一応指示できますので、まあ、その好きなように、カスタムしていけるというところでしょうか。で、実際、じゃあこれが今までなかったのかというと、まあできたことはできたけども、こんなに簡便に、まあその、まあディスポでこういう形で、ボット機能がなかなか作れなかったところが、まあできるようになったというところでしょうか。で、一応、まあ、こういう形ですね。まあ、方法論とかですね、行動例とか、そういう項目で、まあ、分けて、出力すると。で、解釈ですね。まあ、この解釈、どういう解釈ができるのかとかですね。あと、まあ、どういうような、まだできないですけど、まあ、強みがあったりとか、弱みがあるのかとか、他の、まあ、解析方法とどう、組み合わせる方がいいかみたいなのを、まあ、そういうのも追加情報で入れたりとかですね、まあ、そういうことができるという形になります。で、あと、まあ、こういうような、まあ、すごい短い入力だと、まあ、普通の LLM、ジェネラルのものだと弾かれてしまって、じゃあ何するかわからんとかっていうのだったのが、まあ、ボットで、まあ、専門化することによって、で、まあ、すごい短い入力でも、まあ、いろいろと、まあ、レスポンスしてくれるとかっていうのが、まあ、アップデートなところかなというように思いますね。で、これで関連すると、もう一個作ったのが、まあ、テキストサマリーするのに、
まあ実際こう、今までこれを予約してとかっていうなんか指示を出してたんですけども、もうすでにまあ、ボットとして機能が決まってたら、まあ URL 入れただけで、まあそれがウェブサーチされて翻訳されるみたいな。まあそういうのが、ボットとしてできますよという。で、出力の言語も、まあ、まあ、決めれるので、まあ、好きな言語で、出せるっていう感じですよね。で、まあ、こういうのが、最近のアップデートとしてあって、みんなボット作ってるっていうのが、ここ、半月ぐらいの流れかなと思いますね。